全場収まりましたスタートしました2番の里のウィザード後方からになりましたエントシャイデンも後方ですさあ、内から1番大和キャグニー先手を取りましたトリプルエースが2番手ですエメラルファイト3番手そして空手が内4番手内から上がっていきました5番のトラインですあとは中段の前にはバンドギャルドがつけています内には湘南ライズ西のデイジーがいってあと外を回って 16番、里野インプレッサーこれから3コーナーあとは11番のシャドー・リーバー第3コーナーをカーブしていきますさらにはカテドラルそ,そして14番、エント・シャイレン34コーナー中間へ 1000m を通過しました後ろから4番手は3番のロード・マイウェイですあと後方は2番の里野ウィザード里野アーサー最後方6番プロディガルさん34コーナー中間を通過先頭は1番、ダイワ・キャグニーですリードがハンバシン 2番手トリプルエース外からは15番エメラルファイト第4コーナーをカーブ600を通過打ちをついている5番のトラインです4コーナーカーブから直線へさあ並んできましたわずかに先頭は1番のダイワ・キャグニーですがエメラルファイトエメラルファイトこの間には12番のトリプルエースです400は通過しましたあとはバンドギャルドバンドギャルド追い込んできた打ちをついているのは5番のトラインの体勢です外からは シャドウリーバー、シャドウリーバー、あるいは4番カテドラル、200m を通過したカテドラルかカテドラル、間からは10番の空手、空手、カテドラル、空手、カテドラル、空手か空手か、ゴール空手,空手のようです、ガッツポーズを見せています、安城の菅原明